おはようございます、今日はですねベストボディジャパン長野大会当日でちょっと友人の奥君が来てるんですよね、東京から。はい、今日は大会に出るんですよね。そうですね、今日ちょっと大会に向けて仕上げてきました。かなりねちょっと昨日も見たんですけど非常に仕上がりがいいので、まあ、去年から2回目の参加にはなるんですが、今回はちょっと狙いにそうですね行きますわ。日本大会が、はい、まあ、3位に入賞できれば、はい、日本大会はい、そこを目指してちょっと今回ね参加しております。そうですね、じゃあちょっと頑張っていきましょう。楽しんでください。じゃあ行ってきます。バイバーイ。今日は今ですねベストボディジャパン長野大会から帰ってきてすぐに動画撮ってて、奥君がそうね3位ですか、入賞3位入賞したんですよ。おめでとう。ありがとうございます。何飲んでる？ビール飲んでる。しかもね今月が見えてて、そうめちゃくちゃ綺麗なの。月がめっちゃ綺麗で月を見ながらビール最高や。最高や。最高や。うまい。相当うめえ。いいな。相当うめえやけど、ビールだったらさ、ビールとやっぱ何かつまみが欲しいよね。そうやね、やっぱそっちの方が合うやん。合うよね。合う。多分ビールとやっぱりサキイカとかさ、うん、まあイカ系とか、ね、イカ系とか、あとなんかマヨネーズつけてね本当は食べたいよね。最高やね、うん、けどそれね合うか。合うね。えけどどれぐらい合うの、どれぐらい合うのそれ。ビギンとハンチングぐらい合う、うん、めっちゃ合うやんそれ。めっちゃ合うな。キレッキレやもんそれ。そりゃあかんな。前世紀のね、うん、佐々木のフォークぐらいキレキレ。いやそれキレキレすぎん。キレキレよう落ちるな。よう落ちるよ。あの時すごかったもんな。すごかった。まあけど10年前のあの中日のショートとセカンドもすごかったけどな。洗い場やね。洗い場。洗い場や。うん、まあそんな話はさいいとして、いやとりあえずね本当にあの去年がまあ5位、あ6位、そう6位だよね。ちょっと結果が入賞できず で、うん、でまあ今年2回目のチャレンジで3位入賞できたのはすごく、まあ、自分もずっと幼馴染の友達がそうやって結果を出したことをすごく嬉しく感じます。いや本当にね、うん、楽しかったね。楽しかった、うん、あめっちゃ楽しかったし、本当ちょっと次日本大会があるからまたそれに向けてちょっと頑張ろう。ああ、日本大会に向けて、うん、いやよかったね。両国大会にね。そう両国でねまたあるから。いやじゃあ確か11月の末そう11月末日本大会があるから、じゃあ一旦これからそこまではどういう風に、ちょっと2ヶ月ぐらいは、うん、まあリーンバルクみたいな感じでして、また9月ぐらいから減量開始かな。ああなるほどね。はははじゃああんまり乗せすぎないあんまり乗せっていう感じで。よしきゅんは次は、俺はね次8月6日のビーフ佐々木クラシックに出る予定なので、フィジーク大会なんですけどちょっと頑張って今減量中ですね。まあ、まだちょっと絞りが甘いですけど、まあまだね2ヶ月前、はい、なんでまあお互いなんかねコンテストシーズンになりますけども、ね、まあ楽しくできたらいいかなと思ってます。まあちょっと結果も欲しいですけどね、もちろんそこは。いやとりあえずねこの動画ではちょっとね緊急にね回してちょっとのも嬉しかったんでね。まあ、試験がね、今日いろいろなあのお客さんとかも含めてね、サポートしてたから、なかなかちょっと動画撮れなくてね。そうなんですよ、今日ね、本当は1日動画撮ろうと思ったんですけど、ちょっと撮れなかったです。すいません、誰に謝っとんねん。いや、まあまあ、そう。明日もね、出れるかな。あら、いいじゃないですか。結局次の日がいいっていうなんかパターンもね皆さんありますよね、大会出てる人は。そんなこんなで、まあそんなこんなでじゃあ、うん、いやーよかったな本当。なんか最高や、最高や。月も綺麗、月も綺麗ね、空気も綺麗、空気も綺麗ね、温泉もあるし、温泉もあるしね、気持ちよかったね。うん、まあじゃあそんなこんなで、すいません急に回しても。じゃあまたお会いしましょう。バイ、はい。